何を根拠に言ってるの？駐車場に入るのに停車するって、こう、道交法違反なの？駐車違反とかじゃなくて。いや、だから道交法違反。一応俺、NHK 党の党首の立花です。政治家です。はい。立花さん、今ここに、今だから止めてるから、君がチャイチャイってやるからさ。待ってるんだよ、駐車場開くの。で、違反だったら、どくよ、直ちに。教えて、何法違反。違反、見てわかるように、車の邪魔になってるんじゃないですか。いや、警察官なんだから、法律上の話をしてもらわないと、これ邪魔になってるかなってないかって言えば、少なくとも渋滞はしてませんよ。移動してくださいっていうふうに。いや、だから、お願いしてるんですよ。移動のお願いなのか強制なのかわからないけども、強制じゃなくて。じゃあお願いだとしたら、お願いしてるんですよ。お願いだとしたら何法に基づいてなの？いや、これが渋滞してるのは俺もわかる。だから、渋滞してないじゃん。移動してください。いや、ごめんなさい。だから渋滞してないじゃん。渋滞してないでしょ。何のお願いよ。並んでる人にさ、そんなお願いされて、昨日前の人だけ列から出て行ったら、並んでた時間どうなるのよ。お願いするなら根拠ないと、制服着たおまわりさんが。それ聞いてるのよ。